This episode is brought to you by Undeniably Dairy. Did you know some cows might be snacking on seaweed? Dairy farmers are researching potential nutritional changes to their cows' diet to help reduce methane emissions. Additional research and innovation are helping them save water and spend less energy on every glass of milk. To learn more about what dairy farmers are doing to make their farms more sustainable, visit usdairy.com. ラジオドラマ幸せの鷹取家。福岡市早良区の二世帯住宅に暮らす鷹取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも鷹取家の人々はとてもとても幸せなのでした。おしゃべりは災いのもと。その後、マリン、今日で2学期おしまいか。うん、冬休み。さ、見せてちょうだい。え？えってなんよ。終業式といえばあれやろ。あれとは何ね。もちろんあれよ。はい、通知表。おう。これはあのね、成績が悪かったのは、理科は虫が気持ち悪くて教科書見れんかったけんで、算数はデシリットルやらわからんかったけん。言い訳。だって腸の幼虫は気持ち悪いし、デシリットルやらうちで使っとらんや。へりくつ。3学期はもっと頑張ってください。どうせ勉強したって学者さんになるわけやないけんさ。学者にならんくても知っとかないかんことがあると。でもマリンちゃん、だってとかどうせとかでもとかの言葉はあまり使わん方がいいよ。どうして？でも私には無理やら、どうせ才能ないしやら言い続けよると、できんって思い込むようになって、本当にできんくなってしまうってよ。自分の言葉っちゃ影響大きかもんな。言葉は災いのもとにもなれば、勇気づけるものにもなる。やったらいい言葉をなるべく使いたいね。そうそう、よか言葉ば使いや、よか人生になる。どんなのよ、いい言葉って。やればできる。私は運がいい。もっと単純にありがとうとかね。ありがとう、いいね。よし、ありがとういっぱい言うぞ。ママ、成績悪くても怒らんでくれてありがとう。はぁ？じいじ、お正月にお年玉いっぱいくれるやろ。ありがとう。そげん言われたっちゃ。パパ、高いけど美味しいお店連れてってくれてありがとう。おう。なんか、私のしゃべりで災い招いたかも。ラジオドラマ幸せの鷹取家。おしゃべりは災いのもと。作、池崎紗衣子、阿久根智明。出演、服部義雄、池尻和歌子、藤原珠樹、本田七香、富永典子。構成、松村まどか。録音、古賀博文。編集、ミュージックリザーブ。協力、ライトスタッフギルド。制作は RKB ラジオでした。RKB 毎日放送アナウンサーの田畑龍介です。橋本由紀です。 RKB ラジオ田畑龍介グローアップでは、気鋭のコメンテーター陣が日々のニュースを分かりやすく解説しているコーナーをポッドキャストで配信中です。ジャーナリスト鈴木哲夫さんによる政治、明治大学教授飯田康之さんは経済、長崎県立大学教授鳥丸聡さんは九州経済、毎日新聞論説委員本村由紀子さんは科学。この他にも音楽プロデューサー松尾清さん、 RKB 報道局の神戸金文解説委員長、日経
ネルギーネクスト編集長山根紗友紀さん、スポーツ文化評論家玉木雅之さん、元 RKB 解説委員長飯田和夫さん、クリエイティブプロデューサー三好豪平さんが毎週さまざまなテーマで今ホットな話題を提供しています。 Apple、Spotify、Amazon、Google の各ポッドキャストで RKB ラジオで検索してフォローをお願いします。またリアルタイムで番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ田畑龍介グローアップを聞いてください。毎週月曜から木曜朝6時半から9時まで放送中です。